レディオ4ゲーマータップカッコ仮。こんばんは、岡本信彦です。こんばんは、マフィア赤城です。はい、日本最大級の総合ゲーム上サイト4ゲーマー .net が生放送でお届けする番組、レディオ4ゲーマータップカッコ仮ということで、早いもので2017年最後の生放送でございますね。はい、これがね、今年最後とは早いですよ。もう今年はですね、マフィーも30になりまして。そうね、今年は俺が30になった年、しっかりとおっさん2人のラジオになりました。あのさ、はい、なんかあれだよね、始まった時フレッシュでも、はい、ラジオって人気が出れば出るほど、はい、後になんかこう加齢臭がしてくるのはどうしようもない。これしょうがないんでしょうね。何なんでしょうね、どんな、この感じ。どんな人気番組もそうじゃない、だってきっとそうだと思います。うん、これピチピチのアイドル声優から始まったラジオでも二十、何年とかやるわけ。そしたらもう落ち着いちゃうわけよね、番組時代に年輪が出てきますよね、やっぱ。そうこの空気感というか、なんかやっぱトークの内容とかも変わっていったりするのかな、俺らも。もっと年取ったら多分健康の話じゃないですか。あのね、はい、アニゲラに日高さんが来た時、健康の話ばっかだった。ずっと結婚話してた俺ら。りなちゃんじゃなく、もちろんのりこさん、のりこさんの方。なるほど、勉強になりますね。楽しかったんだよ、健康の話が。どんな健康の話したの。いや、だから普段どんなことをして健康を保ってるのか、どんなもの食べてるのかとか、喉に何がいいだとか。そうヨガやってたりとか、そういうヨガなんかね、思いのほかそういう話を楽しく聞けている自分自身に驚いた。あ、それも年です。ってことですよね、きっと。俺も健康に気使ってるからね。あ、でもそうですね、体も引き締まって、本当に。でもみんな声優さんもなんか体鍛えてる人が多いんですけどね、本当に今。そうね、海斗くんもすごいんだよな。じゃあちょっとここで一応一通お便りなんですけども、こんなレンさん、ありがとうございます。岡本さん、梶田さん、こんばんは。こんばんは。まず梶田さん、本当にありがとうございます。何、前回の放送で梶田さんの画像を待ち受けにすれば、ガチャの引きが良くなるとあり、ツイッターで実際に引きが良くなったというつぶやきを見かけて、私もやってみようと思い、スマホの待ち受けにしてみました。そしたらガチャではありませんが、なんと、クリスマスイブに行われる岡本さんのリリースイベントに当選したのです。しかもその当選した時の状況はどう考えても梶田さんのおかげとしか思えないのです。ほう。当落当日、私はメールが来るのはきっと夜だろうと思っていたので、結果が気になりながらも仕事をしていました。そして小休憩を取っていた時にふと、当落気になるな、梶田様、マフィア卿でも何でも入るからどうか当ててくださいと念じました。まさにその瞬間、スマホが震えたのです。まさかと思いながら半信半疑でスマホを開くと、そこには当選のお知らせと書かれたメールが。もう見た瞬間、ガッツポーズしながら心の中でマフィア梶田様、本当にありがとうと叫びました。その後も年末のカフェのどんな梶田様のポーズなんですか、それは。いまだ、年末のカフェの抽選に当たったりと、本当にいいことずくめで、マフィア梶田卿、本物でした。いまだに待ち受けは梶田さんです。本当にありがとうございました。そして岡本さん、クリスマスイブのイベントとっても楽しみです。多分私はガチガチに緊張していると思いますが、どんなポーズですか、それ。お金じゃないですか、これ。お金のポーズじゃないですか。ご利益があるんだよ。一応プロフィットもプロフィットポーズっていうのがあって。何、こうです。金じゃん。心臓にちゃんとこうやって捧げなきゃダメです。金に心臓を捧げるの、プロフィットの連中は。やばいな。プロフィットはあれですよ、直訳、ホームページ見てください。利益って書いてある。素晴らしいな、とことん利益追求型。そうなんです。その思想を押せる。まあプロがフィットして利益になるっていう意味ですけどね。梶田卿はね、ことお金に関する、お金のかかってるものに関するご利益で言えば、もうトップクラスの宗教なので。いや、宗教なので、宗教本当に信仰してる。皆さんぜひね、お友達にも広めていただいて、親兄弟親族一同巻き込んでいただき、マフィア梶田を信仰してください。怖いぞ、なんかちょっと怖いぞ。できれば隣近所にもこうチャイムピンポンと押して、あなたはマフィアを信じますか。怖い逃げてってなりますね、完全に。いや、でもこういうお便りがですね、いっぱい届いたんです、本当に。
もしかしたらなんかそういうのあるのかもしれません、ね、あるよ、信じる絶対ある、とはいいのかもしれません、うん、もしねよければちょっと試してみてください、うん、さて番組でですね、あなたからのお便りをお待ちしています。僕たちのメッセージ、取り上げてゲームなどなど、どんな内容でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で 4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カードまたは Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところお名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。またこの番組は LINE LIVE の 4Gamer 公式チャンネルでも同時配信中です。アカウント名は 4GamerLL、 なお Twitter で番組のことをつぶやく場合は生放送中にピックアップして紹介するかもしれないので、ハッシュタグシャープラジガメをつけてください。そして今回のプレイコーナーでは、バンダイナムコオンラインより配信中の iOS Android 用アプリグラフィティスマッシュを大特集。キャラクターを引っ張るだけの簡単操作で画面を塗りながら戦う爽快グラフィティバトルアクションです、うん、それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト 4gamer.net の提供でお送りいたします。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、プレイング4ゲーマー。さあ、ここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする対価コーナー、プレイング4ゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、グラフィティスマッシュ。はい、今回はですね、バンダイナムコオンラインより配信中の iOS Android アプリグラフィティスマッシュからプロデューサーの西岡大樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。西岡さん、ずいぶんお若く見えるんですけど。おいくつですか？はい、おいくつなんですか？実は今28歳で、はい、なんとプロデューサーですか？はい、その若さで一応やらせていただいております。とんでもねエリート来ました。そうですね。とんでもないとんでもないです。はい、ありと。まさか我々より年下。いやもう今日も緊張で、もう心臓がバクバクしておりますので。T シャツが似合ってますからね。その今日はあのグラスの T シャツということで。はい、プロモーションするためのやっております。ものすごく IT 企業っぽいですありがとうございます。褒められてる褒めてます、もちろんです。ありがとうございます。いいね、はいはい、さあそんな西岡さんがプロデュースするグラフィティスマッシュ、はい、こちらまず早速 PV があるので、はい、ご覧いただきましょう。どうぞ。バンダイナムコオンライン、塗って戦う最新作登場。指一本で圧巻のグラフィティバトル、弾いて塗って立ちふさがる敵を打ち倒す、グラ玉召喚。グラフィティを完成させて強力な助っ人を呼び覚まそう。さまざまな能力のグラ玉が参戦。仲間との協力、力を合わせ強大なボスに挑め。ライバルと対戦、全国のプレイヤーと白熱のバトル。大丈夫、みんなのことは私が守ります。いつものようにやれば勝てる。私の力を使ってほしい。少しは力を見せねばな。俺はもっともっと強くなる。
個性豊かなキャラクターが多数登場。お気に入りのキャラクターを育成して自分だけのパーティーを作ろう。塗り替える未来を。クラフティースマッシュ。好評配信中。で PV を見ていただきましたけれども、はい、なんか独特の色彩ですね。そうですね、ゲーム全体が、はい、かなりオレンジを色調として、うん、メインカラーとしておりまして、うん、まあ、あの塗って戦うっていうところがかなりポイントになりますので。わかりましたよ、はい、あれでしょ、スプラトゥーン。やめ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 、梶田さんだから許されますよ、まあ、ゲームについて伺っていきたいんですけれども、はい、グランティースマッシュとはどんなゲームなんでしょうか。はい、まあ、いわゆる引っ張り操作で、自分のキャラクターを敵にぶつけて戦う引っ張りアクションになるんですけれども、うん、はい、先ほど申しました通り、このフィールドを塗って戦うというところが、はいはい、最大の特徴になっておりまして。なるほどなるほど。これどういったことかというと、うん、まあ、キャラクターを引っ張って移動させると、うん、その移動した軌跡が塗られていきます。うん、で、その、塗られた領域が多ければ多いほど、まずそのキャラクター全体の攻撃力がアップします。はい、さらにうちは武器を装備させることができる、はい、システムがあるんですけれども、その塗られた上に自分のキャラクターが乗っているとウェポンアーツと呼ばれる武器による攻撃をもらうことが、さっき剣でぐる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 になってましたね。はい、で、もう一つ今PV の中にアヌビスとかバーゲスとか、はい、過去がはい、貼っていたと思うんですけれども、はい、あちらは塗っていくとグラフィティという絵柄のようなものが少しずつ浮かび上がってきてまして、それを、タップすると召喚獣のような形でグラタマという、まあ、第5の助っ人ですねを、盤面に登場させて、敵に攻撃をしてくれたりとか、さまざまな、まあ、力を持ったグラタマを召喚することができるという内容になっております。面白い発想ですね、はい、塗るという要素にいろんなシステムを重ねて、そうですね、はい、それがゲームとしてバランスよく成立しているのであれば随分といいアイディアです、はい、うん、いいアイディアです、面白い、それは面白い、はい、はい、まあ、その他にも、はい、マルチプレイで、うん、協力はできるんですけれども、うんうん、まあ、協力だけでなく対戦も全国のプレイヤーと戦うことができますので、うん、この対戦は、まあ、規定ターン数内に塗った領域を、塗り合うような、塗った領域を競い合うような、はい、ルールとなっておりまして、あれでしょ、ナンバリバトル何派何派じゃないんですよ絶対面白い、これ絶対面白いってこれ、イメージはしていただきやすいのかなと、うん、イメージはしやすいです、そうですよ、イメージめっちゃしやすいと思う、早速遊びに行きたいんですけど、マルチプレイ早速やっていいですか、はい、はい、やっていきましょう、じゃあちょっとね、助っ人を一人呼び込みますんで、はい、うん、お願いします、まだ呼んでねえよ早いんだよ、食い気味に入ってさ、いや簡単操作っていうのが本当いいですよね、はい、じゃあこれで僕の方でちょっとちょっと準備しますね、端末、これランクマっていいんですか、ホーム画面のダンジョンからストーリー、うんうん、左のストーリーを押していただきまして、はい、ストーリー、はい、こちらの、はい、4の4、はい、はい、4の4、上の方ですかね、はい、4の4の3、こちらをタップしていただいて3を、はい、みんなを募集を、はい、じゃあこれ1回一応切ってもらいますね、はい、あのね、パスワード出ちゃいます、出ちゃいますね、はい、じゃあ作成しますね、はい、お願いします、じゃあ教えて、パス見せて、はい、じゃあ、待ってください、一回非公開にしてからですよね、そうです、その通りです、みんな募集、でこれ非公開にして作成、ああなるほど、はい、はい、こちらでございます、はい、はい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 、はい、じゃあコネクティング、よし入った、はい、入りました、はい、こちらはそのままですか、入りました、はい、こちらでいきましょう、はい、もう画面出していい、はい、それでは皆さん準備完了していただいて、なんかみんな結構可愛い子ちゃんの中に俺さんだけがちょっとなんかそういかついキャスティスティいかついキャラを、俺超美少女じゃん、はい、なんでこんな超玉のされるの、いきます、出発、これがちょうどいいバランス、なるほど、はい、反射とかいろいろありましたけどいやディスってないですよ、お前そういうとこだぞ、なんでかなと思って、なんでかなと思って、これやり方教えてもらいます、はい、かしこまりました、ピーってこうやって、あ、こういう風にどこにやるかみたいな、はい、引っ張り操作で直感的にいけちゃう、はい、で、まあ、2タイプ、ショットタイプがございまして、反射と、貫通というものがございます、はい、
これ反射。はい、こちらが反射です。敵や壁に当たると、はい、反射をします。すごい、女の子が汁を垂れ流しながら。その表現やめて。違う、そういう、そういうゲームじゃないです。違う、そういうゲームじゃないです。ちょっと違います。女の子が黄色い汁を垂れ流し。そういうゲームではございません。え、これ何を塗りたくってんですか？あの、今一応、リキッドという、まあ、はい。このゲームの世界観の、あの、まあ、液体ですね。はい。え、液体いいんですか？リキッドを塗って。俺のリキッド消されたんだけど、はい、このように敵も塗り返してくるので、そうなんですね、はい、面白いな。次僕のターンですね、はい、これは貫通タイプになりますので、あ、貫通ですね、はい、あ、なるほど、貫通して攻撃をすることです。すごい、貫通はめっちゃ見れる、はい、いきます。すごいな、あ、もう倒しきった、もう早い、はい、俺ちょっと出番なかった、なかったですね、次、はい、マギアさんの出番なので、この左上にダメージ倍率 1.36 と書いてるんですけど、はい、これが塗られている領域を示しておりまして、うんうんうん、今全体の 36% をちょうど塗ることができているので、はい、全体のパーティーの攻撃も 1.36 倍アップしています。よくできてます。ぶつけつつも塗りを意識しなきゃいけない、ね、そうですね、うん、そこの本作の54枚いった、はい、面白い、ありがとうございます、うん、で、まあ、味方に当たるとリンクコンボという特殊な技も出ますので、うんうんうん、できるだけ塗りながら味方に当てながら攻撃をすると、はい、味方に当てながら、そうですね、じゃあここら辺で、あ、いいですね、おー、あ、全然当たってなかった、上下攻撃だから全然当たってなかったあー、やばい、これ今の枠でいくと、これは、これはこうシコリンに向かってぶつければなんかリンクコンボ当たるんじゃない？バチコン。でもそのリンクコンボあれっす、あれ来ない。あ、来た。あ、じゃあ全然違う方にいた。あの普通の違う技出た。左にちょっとギザギザみたいなの、うん、スパイクというものが貼られているんですけれど、うん、こちらに当たるとダメージを受けてしまうんです。はい、ただ、こちらはあのレジスパイクという今我々が持っているキャラクターは、うんうん、まあ、それを解除できる、今ちょうど僕が壁に当たろうと思うんですけれど、はい、あ、本当に、はい、レジスパイクを、破壊できるキャラクターを持っておりますので、うん、はい、面白いな。これ敵の攻撃範囲も認識しないといけないわけですね。そうですね、はい、敵も塗りを剥がしてきますので、うん、はい、で今ちょうどあのウィークマークされてますね、今ルーメランのようなものが、はい、うまいじゃないですか、違うそうですね、何で鍛えてるんですか、普通にやってるんですか、お前やってんの経験者だからか、あれこれボスっぽいの出ましたけど、来た来た、これが中ボスですね、はい、これはもうザコから倒してもいいですか、それとも、まあそうですね、あのボスからでもいいと思いますよ、はい、いいですね、そのピコリンのキャラですね、はい、中央にたみたい、あ、そうなんですか、はい、スタンプとか出せるの、そうです、あのタップをするとスタンプボタンが出てくるので、ここでコミュニケーションを簡単に取ることも可能です。なるほど、はい、ここを狙う、あ、どうしよう、ここを狙って、あ、ありがとうございます、はあはあはあ、お下げ、じゃあ言った通りそこ狙うよパワーダウン、お、倒した、お、いいですね、はい、うわ、まあ、実はこの画面の下部の方にグラフィティが出てきてはちょっと敵に剥がされたりしてはしてしまっているんですけど、なるほど、はい、塗らなきゃダメなの、そうなんです、ここを塗ってグラフィティを完成させてグラダムを召喚するとグラモ、うわ、めっちゃ消された、はい、うわ、めっちゃ消されるの、そう、この剥がされると悔しいんですよね、また乗りたくなるっていうこの、はい、この人間としてのサガ、そうです、サガですね、子供の頃からこの乗りたくなってしまうっていう、何なんでしょうね、この遺伝子レベルに、遺伝子レベルはい、これなんとかそう、このグラフィティのとこ塗ってグラフィティ打ちたいですね、打ちたいですね、一発打っておきたいですね、どうしよう、イエイ、はい、あ、でもいい感じじゃないですか、はい、濡れてんじゃん、いい感じですね、濡れたんじゃないですか、これ、うん、これってボスですか、まあ、あの中ボスなんですけれども、ちょっと次のボスで発動できるかが、まあ、このように塗り返されるとわからないので、マフィアさん、ここ今、うん、グラフィティが出てるところをタップしていただいていいですか、うん、この、はい、水地という、はい、かっこいい、このようにあの今召喚時グラタマが出ました、はい、でいつもと同じようにあの引っ張っちゃってください。でこの水地は敵に当てると、逆に何が悪いの、ああの矢印を敵に向かって、うん、あの引っ張っていただくとこの水地は、あ、なるほど、はい、発動するってことなんですよ、完全だね、はい、おーおーおー、超強くないですか、そうなんですよ、めっちゃ強い、はい、来ましたね、はい、このように本作はグラタマの使いどころの重要な要素になりますので、重要ですね、はい、面白い、スターボス、はい、いよいよボス戦です、ボス、今のやつボスじゃなかったんだ、はい、ボスだと思った、先ほどは中ボスですね、え、なんだこいつ、はい、でかゴーレム、はい、かなり大きいボスが出てきましたね、腕があるやつですか、
はい、この後ちょっとネタバレになっちゃうんで、あ、いやいや俺は知ってるとかそういうアピールいらないんすよ。お前じゃん、お前純粋に聞いちゃった。俺がいいでしょ。とかさっきのミルチ、はい、使わずに取っといた方が良かった。ただこのボールはなかなかその塗り剥がしがきついので、あ、マジか、せっかくなのでやっぱりちゃんと見せたいなという。あ、まだこれ無理だ、はい、すーげー剥がしてる。やっぱ来ますよね、はい。今アイテムが右下に出てるんですけれど、これは HP を回復できるアイテムです。なのでちょっとピンチになったら取るといいかもしれない。おお、よく取りましたね、はい。いくよ、はい、なるほどね。いやでもこれは本当簡単操作でいいですね、はい、今かなり遊びやすいゲームにはなってる。おあ、おお、いいですね。全然俺違う方向に打ってましたけど、今なんかその当たった方向と同じ方向に技が飛んでるんですよ。おお、ね、俺がいる、心配するな。しっぽりになって疲れてる。おお、もうちょっとですね。俺は結構ダメージでかいな。どうだろう。おー、いい感じじゃないですか。いいんじゃない、めっちゃうまいじゃないですか。ナイスナイス。おー、はい、ナイスやった。ありがとう。ありがとうございます。はい、倒した。いや、それがまだなんですよ。はぁー。この後、先ほどオレッチさんがおっしゃっていた。あー、ネタバレだ。腕が出たぞ。腕生えんのね。言ってもたー。ごめんなさい。いえいえ、とんでもない。腕が出たぞ。はい、腕が出ました。敵の攻撃も強力になるので。これ腕狙えってマーク出てますけど、はい、ちょうどここに弱点マークが出ているんですけれども、ここを狙うと今弱点出現出てたんですが、はい、敵にさらに多くのダメージを与えることができます。なるほど、はい、あ、いいですね。なるほど、いい感じですね。うわー、めっちゃ長くなる。腕を曲げてる時に弱点のロスしてる。あ、そうですね。あ、そう、あ、そうか。こうやってあの敵を塗っていくとさらに弱点が出やすい、ルールになっておりますので、敵も塗られるんです。敵を塗ることもできるので、どんどん敵を塗っていくといいという形ですね。とことん敵に汁をぶっかけていけばいい、はい。でここで今オレッチさんがハンタースキルというキャラクター固有の必殺技を、なんすかそれは、何何それ、今使用していただくんですけれども、かっこいい、ジャスティスゾーンという技ですね。え、バリア、これ分かりやすく言うとバリアを張って、このバリア内に、おお、これ腕がなくなった。そうです、腕がなくなった。かなり今あのダメージを抑えることができるハンタースキルを打っていただきました。なるほど、はい、行くぞ。そうです、あの羽がついている瓶を取るとスピードアップをして、より多く、あ、そうですね、ちょうど今取れましたね。なるほど、俺もスキル溜まってんじゃないか。どんまいちょっと今ぐたっこしちゃいましたね。どんまいマフィアさんも今ハンタースキルが溜まっているので、これは普通にぶつけるだけでいいですね。はい、普通にあのこちらのハンタースキルは、まあ、サンタの、あ、発動してる、あ、今サンタ発動、ハンタースキルを多分押してキャラを、はい、押さえてたの。そうです、おう、それ早く言ってくれよ。すいません、そうですよね。あー、剥がされた。今敵の攻撃を、でもバリアない、はい、そう、バリアない、毎回色んな色んな、そうですね、最高じゃないか。僕もじゃあハンタースキル打っていいのかと思います。はい、そこに入るか、一撃必殺。そう、しかもキャラもみんな声入ってます。いや、すごいですね。おあ、もうちょっとですね、もうちょっとですね、はい、ここで僕の番が来ちゃいました。もしかしてもう取られちゃう。ここで僕の番が、ちょっと何度も用や、いけーいけー、うまいことやられた。また一歩正義に近づいたぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ふんだんにボイスの方も入れて、はい、いや、これめちゃくちゃ喋るんですよ。おー、めちゃくちゃ。スタンプごとにも全部ありますしね。スタンプはみんな共通ですか。ほれぼれします。こうなんかプロフィール欄みたいなの見れますね。そうですね、全キャラクターのボイスは常にプロフィール画面から聞くことができます。はい、こちらですよ、ね、もっと強いとこ行きますか。お、行っちゃいますか。もっと強いとこ行きましょう、もう全然余裕ですよね。余裕じゃない、余裕ですよ。どこに行けばいいでしょう。じゃあ、イベントダンジョン、イベントというところを、はい、タップをしていただいて、イベントダンジョンのイベント、はい、イベントで、上から2番目の砂漠聖夜の断罪者、はい、こちらに上級というダンジョンがあるんですけれども、はい、うんうん、こちらちょっとタップをしていただいていいですか、はい、じゃあみんな応募しますね、はい、先ほどと同じように。ん、なんかキャラかぶり起きてますね、これ。
ん違う俺なんか別のルームに入ってるこれ。これ知らんやつのルームに入ってる。入っちゃいましたか。うん、何これこれです。あルームナンバー3か、はい、また。そう、はい、そうです。はい。見して。オッケーオッケー。あでも大丈夫そうですね。はい全員入ってますね。はい準備完了していただいて。はい。さあ、はい、でも超級ありましたよね上に。そうです、さらに超級があるんですけれども、ちょっとこのキャラクターのレベルだと上級でそれでもちょうどいいぐらいですか、はい、感じがありますのでちょっと挑戦してみましょうか、はいはい、じゃあ行きますか、はい行きましょう。よっしー、俺の使ってるこのキャラクターはサンタなんですね。そうです、サンタが今の、はい、あのクリスマス今イベントやっておりまして、うん、なるほど、はい、その限定で手に入れる。じゃあ今の人気キャラなんですね。そうですね、みんな使ってるね。めっちゃ人気ですよそのキャラ、うん、めちゃくちゃ欲しいですね、はい、持ってないんだ俺っち。持ってないです。結構回したんですけどね、出なかったですね。真ん中にサキエルみたいなやついますけど。俺がいる、本当だ、よく似ているぐらいの、はい、似ているぐらい、似ているぐらい。俺の蹴りを受けてみろ。はい。開けされた。結構強い。そうです、ここは先ほどのダンジョンとは違って難易度は結構高いかなと思いますけど、はい、なんか間入ってた、うん、この中央の下にいる羽マークがついている敵を倒すと、うん、あの他の敵が、ま、あの上のグミみたいな敵が弱体化をする、うん、はい、仕様になっておりまして、こいつから倒すといいかもしれないですね。でそうですね、オレキスのジャスティスはボムがついてない、はい、ついてないのでちょっと気をつけて、はい、いただけるとクリアできるかもしれない。今あのステージにボムというものが散布されて、今我々3人が持っているキャラクターはそのボムを回収できるんですけれども、その、はい、オレッチさんのジャスティスというキャラクターだけそのダメージを受けてしまうので、はい、本来であればアビリティとして、このレジボムというアビリティを持っているキャラクターで挑むと、ここは攻略がしやすいという、はい、と言います。うわっ、やばい、やばい、キーやばいですね、これ。何幕を変えてきた。これはちょっと皆さん取っていただいて、やばくない、これはちょっと厳しいかな。届くこれ右上とかにやってる。そうですね、上で一回反射させた方がいいかもしれない。右上、右上無理だよ。何言ってるの。右とかだとそのままガチャガチャってなって終わりそうですね。どうすんの俺、こっちで重くそぶつければなんとかなる。あ、ちょっと動いた方がいいですね。ダメー。あー、そうですよね、なかなか。これまた何なんだろう、中央。トマツタ、トマツタ、トマツタ、これトマツタですか、トマツタ、これ。あー、いった、動いてる、動いてますかね。これでいけるのか。あ、来た、はい、うわー、でも、わー、ギリギリ、めちゃくちゃギリギリ残った。ちょっと、オレッチさん、ここはお願いします。あの、回復回復、はい、レジスパイついてますよね、これ。はい、レジスパイついてます、大丈夫です、はい。オッケーオッケー、ナイスです、ナイスです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。危なかったですね、これは。ありがとうございます。回復アイテムも取っていただきましたね。結構強いじゃん。いや、ここ強いんですよ、ちょっと。また出た。これでまあ取らないです。そうですね、ちょっと下の敵から倒すといいかもしれない。あ、上手、いいですね、いい感じです、いい感じです。あ、死んでない、はい、もう一発、もう一発ですね。僕がクルスを倒してさらに全員に当たり、はい、完璧、はい、これで上のブヨブヨも殺せるわけですね。そうですね、倒しやすくなりました。痛いともは多分持っていけないですね。そうですね、ちょっとどっちかだけ倒せるといいですね。あー、痛い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 、素晴らしい、倒せれば。はい、そうですね、こいつの攻撃が先ほど食らったようにちょっとなかなか火ダメが多いので。よしよしよし、はい、これまだ1の1です、ね、そうなんです、まだ1の1なんです。やばい、右上にボスまでその3フロア、2フロア高いんですけど、結構時間かかるんですよ。そうなんですよ、はい、うわ、なんかキモいの、なんか猫って書いてある。さあ、行くぞ。これやっぱ右下からじゃないですか。そうですね、この先ほどと同様にこの右下の敵から倒すといいかもしれないですね。なるほど、これあの召喚、あ、やっちゃった、召喚できるですかね、これ。あ、できま、あの、うん、もうちょっとこいつを倒せれ ば、はい、いけるんですけどね。右下のやつ倒さないといけない。そうですね、ちょっとこいつが邪魔ですね。心配するな、やっぱ羽付きを優先して倒そう。そうですね、
おぉ、すごい、剣で。素晴らしい。なんとか倒したいんですけど、はい、難しいですか。お待たせ、私の出番だよ。いくでよっ、おお、うん、はい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 、もう半分。我が剣は正義のために。まだでも HP 上がりますもんね。そうですね、 HP 的にも上がります。これ敵にもこう汁が付着していくのが面白いですね。そうですね、はい、それによって先ほどの弱点がびちゃびちゃになってる、はい、入りやすくなるので、これいけんじゃない、いけそうですね。よし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 。いやでもナイスですナイスです、はい、これ塗って召喚しまおうぜ。これでも右左どっちかやっつけないと。そうですね、また、はい、そんな強いんですか。めちゃくちゃダメ強いんですよ、この最後のやつ。この丸が、この丸がこんな見た目で、そうなんですよ、これ意外と強いんですよ。じゃあちょっと、うん、俺らの位置からじゃ飛んでいけないんだけど。そう、あーこれはいたいたいた、うわやばいやばいやばい、回復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 、こんな強いんすか。カイさん、でもその猫みたいなやつ倒せば、うん、なんか一旦なんとかなりそう。そうですね、じゃあ猫を俺やるよ。あー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 、反対方向です、やばいやばい、それ反対です。いやいや、そんなことない。あー、生きてる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 、お願いします。またまた俺っちさんだより。ちょっと待って、これどうする。俺っちさんならいけるはず。これは取りつつ倒せるといいですけどね。召喚しようぜ。召喚しますか。召喚しようぜ。召喚するんすか、ここで。え、やっちまえやっちまえ。回復があればでもいけるんですよ。でも召喚だと回復できないんですよ。回復取るぜ、回復回復取りましょう。回復取りましょう。回復取りつつ、あーでも今いい、今でもボムに当たっちゃいました、ね、お前一ポイントゼロになってるぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。しおりさんやってるんですよね。すっかりあのボムのこと忘れていましたね。なんでやねんお前。あー時間的には残念でしたが、いやでも楽しいですね。ありがとうございます。このようにみんなでやるとまた盛り上がるゲームになっておりますので、いいゲーム作りましたね。ありがとうございます。面白い面白い、はい、さあというわけで今回グラフィティスマッシュをプレイしましたけれども、はい、最後になんか告知や補足情報などありますか。はい、そうですね、あの先ほど少し話したんですけれども、はい、クリスマスイベントを現在あの、はい、やっておりまして、こちらが12月の29日までクリスマスイベント限定ダンジョンを、今、プレイすることができます。これをクリアすると、はい、これをクリアすると、今ハンター、はい、実際に触っていただいたと思うんですけれども、このハンターを育成するための素材ですとか、うんうん、あとクリスマス限定の武器、先ほど出ていた武器も、入手することが、はい、できますので、今始めていただいた、プレイヤーの皆様も、はい、このクリスマスイベントダンジョンを回っていただければ、はい、すぐに、強くなることができますので、ぜひ、はい、遊んでいただければと思います。はい、はい、またあのおかげさまで今200万ダウンロードを突破しておりまして、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、はい、今始めていただいたプレイヤーの皆様にはロードジュエルといういわゆるガシャを回せる、はい、アイテムを500個、獲得することができますので、10連分ですね、はい、11連分ですね、はい、この機会にぜひグラスマに興味を持っていただいた方は遊んでいただければと思います。またその他の新情報は公式ツイッター等でも随時配信をしておりますので、はい、ぜひぜひ公式ツイッターの方もフォローしていただけるとありがたいです。はい、以上となります。はい、公式サイトもあるんですもんね。公式サイトもございます、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、というわけで今回はバンダイナムコオンラインより配信中の IOiOS、Android 用アプリグラフィティスマッシュからプロデューサーの西岡大樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、プレイングフォーゲーマーでした。はい、
レディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー、浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。解説員はこの方です。フォーゲーマーのりちです。よろしくお願いします。お願いします。私事ですが、29歳になりました。はい、おめでとう。イエーイ。いやー、素晴らしいのが、はい、マフィアちゃんとですね、誕生日プレゼント、はい、あ、そういただいたんです。ありがとうございます。本当去年もいただいて、そう、長浜さんもいただきました誕生日で、はい、俺は聞いた人のはちゃんとメモってるから。僕もスタバカードでいいですかね。スタバ行きます？あんま行かなそうだ、あんま行かなさそうだな、あんま行かなそうだね。はい、じゃあそれでは早速紹介してまいりましょう、はい、まずはこちらのニュースから。レベル5の女性向けスマホ RPG 乙女勇者が配信開始。レベル5は12月16日 iOS Android 向け RPG 乙女勇者の配信を開始しましたということなんですけども、はい、そうですね。本作は、まあ、名前からも分かるようにですね、女性向け要素が多く盛り込まれているタイトルでございます。はい、でプレイヤーはですね、乙女勇者となって24人のスレイヤーと、うん、スレイヤー、はい、高めながら魔王討伐を目指しますと。お、やってるよって方が結構いますね。お、マジですか。はい、コメントについての方に、まあ、なぜならばですね、はい、我らが岡本信彦さんも出ているんです。なるほど、そうですよ。なんとスレイヤーの一人ライアスとなって出ております。なんと年齢13歳。きた、僕31歳。こう数字こう、赤きリトルプリンス。そうですよ。なんてこった、声優ってやばいな。お、いけるか、いけるか、できる。家来一号、俺様についてこいみたいな感じ。かわいい、喉が死ぬ。かわいいみたいな感じ。はあ、なるほどね、なるほどね。初太王子って感じ。あー、そうですね、半ズボン属性だし。でもぶっちゃけ今ちょっと高めにやりましたけど、うん、もうちょい多分低めで、うん、で元気な方をフィーチャーしましたね。13歳バレの明るさ。なるほど、持ち前の。そうだな、この役は。いや、画像もついてますけれども、ね、はい、短パンですからね。短パンの、はい、膝が見えてますよ。ちゃんとクラウンかぶって靴下もね、ちゃんと膝下まであるやつ ね、背入ってるやつね。これはなかなかの人気キャラになるんじゃないですか。そうですね、人気キャラになったら嬉しいなって思いますけど、皆さんどうですかね。本当ね、どうなんでしょうね。お姉様方はみんな方もう夢中じゃないの。本当、世のお姉様方でヒーヒー言わせてますね。おい、ヒーヒー言わせるショタって。世のお姉様方もヒーヒー言わせる、せられますかね、ライアスで。お姉様方が多分膝とかにむしゃぶりついてる。いやー、こちらの活躍が楽しみですね、うん、これからね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、では続いてはこちらのニュースです。 DMM の新作アプリウイニングハンドがサービスイン。 DMM.com は12月15日 iOS Android 向けアプリウイニングハンドのサービスを開始しました、うん、ということなんですけども、はい、本作はですね、ポーカーの要素を取り入れたルールのトランプ召喚バトルとなっております。はい、まあ、画面の向こうにいるライバル相手にですね、駆け引きや爽快なバトルを楽しめるタイトルでございますと。で、野沢雅子さんや千葉茂さんが、まあ、ボイス出演でレジェンド、はい、音楽はですね、三田康則さん。素晴らしい、はい、豪華香りにも、まあ、注目と、に素晴らしいいったところでございます。でですね、今配信記念してですね、1月31日までチュートリアルを突破したプレイヤー全員に、まあ、事前登録特典である絵札勇者ヒカキン、お召喚獣、ギャラクシーバハムートなどなどがですね、プレゼンされると。ヒカキンさんってあのヒカキンさんですか。あのヒカキンさんでございます。他にいないもんね。そうです、うん、そう。でもな、あのヒカキンさんやっぱこう自分が面白いと思うタイトル以外あんまやらないってすごい聞くんですよ。ということは、そうなんです、面白かったですね。そうです、ヒカキンさん方も面白いと思ってやられているんじゃないかなと個人的には思っております。まあもう配信されてるんでね、皆さんぜひ興味があれば遊んでみてください、うん、はい。というわけで、俺っちのガチャタイムなわけですが、何を29歳になって最初に何を聞くんだ。20代最後ですからね、まあ、そうですね、もうこの年が、うん、そうですよ。まあ、今回ですね、先ほどグラスマ来ていただいたので、グラスマ行きたいなと思っております。じゃあサンタちゃんに聞くのね。そうなんです、僕このノエル、もうサンタちゃんいない。これ本当に今やってるイベントで、うん、このノエルを使うと、うん、報酬が多くなるパターンです。おなんでこう特攻キャラといいますか、
なのでこれがね本当欲しいんですけど全然出ないんですよ。これあれか、ねノエルちゃんとこのトナカイの化け物を並べてるのは嫌がらせかなんか。あれはこれなんですか。ニコラウスっていう、ニコラウスも今回の適正キャラなんです、うん、なるほど。そうステージにこうさっきギミックだったじゃないですか、うん、はい、ギミックとかに完全に対応してるキャラクター、ただレアリティが1段階下なんですよ。なるほど。なんでその性能的には、まあ、ノエルの方が強いという感じになって、もうニコラウスは本当山のように持ってるんで僕。あ、そうなんですね。もうよく出るんですよニコラウス。ヘイトを買いそうだから、ね、またこいつか、こいつじゃないよって。そう、まあ、でもね今回ちょっと、うん、なるべくちょっとノエルちゃん出るように。ニコラウスは CV いないんですね。あ、そうです。レアリティが、4から5になるキャラクターじゃないと CV いない。なるほど。サイコレアリティのキャラに CV がついてます。ニコラウスちょっとやってほしいんですけどね。いくぞ、えい。でもいろいろ演出があるんですけど、ここで確定とか出たら確定なんですけど何もないですね。あ、ここ確定とか出るの？出るんです。今レバーを切ったところが確定とか、あとなんかカットインが入ったらしゃスピシャーみたいな。これ今普通の期待度ってことだね。ただ 7% なんですよ、うん、結構よくない？高い。高い。で結構出る。7% なんて、そんなオアシスやん、はい、でもかっこいいですね。そうなんです。そう、このゲームはレアリティが低いキャラもかっこよかったり可愛かったりするんですよ。お、あれあれれ、あ、来た、おっ、これはジャスティスだ。さっき出たやつ。おお、さっきの。でも当たりでございます、うん、強いですねやっぱり。強いです。これ今新しい一番その何ですか、季節のキャラとは別で入ってるキャラとしては一番新しいキャラです。そうなんです。でこれ友達と話してるんですけど、声は今これ凛々しいんですけど、実は中身女の子なんじゃないか説を勝手に唱えます、いや勝手にですよ本当に。だったらいいなっていうだけです。なんか随分と俺たちも肝をた的な発想するようになってきたわかるよ、なんとなくわかりますよね。でもこの声はないわないですかね、まあ、でもしかしたらコナン君みたいにさ、ほらなんかこういうボイスチェンジャー、そうそうそう、あ、それはあるかも、あるかも、ワンチャンかもしれない、うん、みたいなね。はい、行きましょう。でも星音出ましたね、うん、そう、まあ、あ、ほらニコラウスね、あれね、下のやつ出ちゃったね、出ちゃった。まあちょっとどんどん行きましょうか。まだ弾けるしよ。行けます行けます。いや、他にもまあそのクリスマスのキャラ以外にも結構欲しいキャラいるので、ほうほう、もう出たら嬉しいんですけどね。で、あれが青とかピンクだと可能性が高い。おお、あ、黒だと普通です。でも7%なんだね。さあ、どうだ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 。あれ、星音なんですよ、一応右の聞いたやつね。どうだ、そう、そう、かぶってますね、全かぶりやね。そう、もうちょい行きましょう。まだいける、まだいける。ちょっと信じる心足りてないんじゃない？確かに、信仰足りない。拝んどけ、拝んどけ。してない。やれやれだよ。だからだな。やれやれだ。ちょっと待って、気持ち悪くない？俺がしてたら。そのなんかね、炎上、あ、炎上なんじゃない？そのファンの方。お前はどうなんだ？携帯の待ち受けをジーザスにしてる人を気持ち悪いと思うのか？思いません。思いません。やめてー。それと同じさ。なるほどね。信用すればいいんですね。なんだ。せめて色付きになってほしいですね、ここは。確かに。ダメだー。ないか。まあ、色付かなんかも結構出るんだね。さっきも出てますし。かぶるねかぶるねかぶるね、ダメだー、かぶり倒したね。ほら、またニコラウスですよ、あの一番下のやつね。出まくるね、ニコラウス。今回何もいいのなかったそうですね、これあと1回、あと1回です、ラストチャンスだよ、頼むよ。さあ来い、500個。色も変わらず、本当あそこの色が変わったりもするんですよ、がいいと青色になったり。おあれで、あ、今、あ、ほら今自分にこれでもこうやって触ったりする声もできますけど、何のせい、よくわかんないです。あら、ダメだ、期待だ普通、やっぱ出ないんだよ。結構僕引いちゃってるんで、かぶるのもほぼ当たり前みたいな。うわ、でもいいの出てる、かぶってる、おっしゃ、おあー、これさっき、あ、さっきシコリーが当たったやつね。結構強いんですよ、ちょっと難しいんですけど操作が。私の音楽聴いてく、元気になってくれると嬉しいな。え、協力するよ、それロックだもんね。かわいい。かわいい。なんかトキみたいな色合いだな。おお。絶滅危惧種みたいな色合い。確かに言われてみれば。ああ、確かにね。髪型含め。でもなんか出て。いやー、これ以上出たら贅沢。ダメかー。確かに。でも結構星音自体は出ましたね。まあ何だか出たんで、うん。まあでも新規欲しかったんな。まあまあまあ待ち受けを次俺にすれば引けるよ。そうするよ。俺だ多分ね、あの他の人が持ってないカジュアルな写真とかありそうだもんなって。ご利益あるよ、レアなやつね、ご利益あるよ、舌出しないやつ、そう、そういうの、あのラーメン食いながらめっちゃ汗かいてるやつ、ね、それご利益あるんですかね
微妙かな。微妙だった。特定のご利益しかないかもね。なんかすごいデブキャラしか弾けない。ラーメン好きそうなデブキャラしか弾けない。やだなこれは。はい、怖いというわけでね。本日ご紹介したニュースの詳細は大ゲーマー .net をチェックしてください。記事が見つからない場合は右上の検索窓をご利用ください。というわけで解説員のオレッチでした。ありがとうございました。以上ニュース大ゲーマーでした。メッセージ方言マー、はい、春さんですね、ありがとうございます、うん、岡本さん、梶田さん、こんばんはと。おいし、こんばんは。はい、先週の土曜日ジャンフェス2018に参加させていただきました。岡本さん、ヒロアカ、青エク、ポケモンとお忙しでしたね。お疲れ様です。お疲れ様です。ポケモン見に行かせていただいたのですが、岡本さんの運の良さにびっくりしました。さすがポケモンを愛し、ポケモンに愛されし男ですね。松房様が用意したポケモンではなく、岡本さんがこの日のために用意したポケモンで戦っているところも見たかったです。あと小野坂さんが言ってたポケモン講座もいつか本当に開いてほしいなと思いました。とっても楽しかったです。ありがとうございましたと。いや、ジャンフェス例年行かさせてもらってるんですけども、うん、今回はですね、結構告知することもあってですね、ヒロアカまずが劇場公開する予定になりまして、うんうんうん、まあオリジナルの話で、こちらですね、原作者の先生も監修されるということで結構楽しみだなと思いましたし、あと誘惑がちょっとアニメ、え、予約は何だって、アニメ一本だけかもしれないですけど、やる予定みたいな。マジか、あったんですよ。俺今初耳だよそれ。そうなんだ。そうなんですよ、これ情報解禁されてます。超楽しみなんだけど、どうなるのかさっぱり分かんないですけど。オリジナルキャストで出会ってほしいって言っていいのか分かんないですけど、あ、僕が、うんうんうん、でも世代的にはね。そうそう、世代的にはそうですね、うん、あの頃をもう一回、ね、やっぱジャオ演説国流派って、やっぱ檜山さんに言ってもらいたいですそこなんだ、いや言ってもらいたいですね、うん、いや楽しみですね。でもどこをやるのかさっぱり分かんないですよ。へ、うん、でもうやり尽くしてるよね。一応アニメでやってないところは信長くんとも話したんですけど、うん、あの最後 の、うん、あの赤か青か切るやつ、あ、稽古がこの色が好きだからこっちみたいなやつ、 あれやってない。あれはやってないです。そこをアニメにするのか。そこをアニメ化したらどうなるんでしょうね。もうあのバトルをみんな多分期待してると思うんですけどね、正直言うと。どうだろうね、俺はちょっとね、あのダークホースしてムクロ編を押すね。あ、一応アニメ化で一応ちょっとやってましたけどね、うんうん、はあ、そこをもっと克明に。ムクロ好きなんですか。うん、俺好き。あ、僕もムクロ好き。ムクロは一度でも最強ですからね。うん、あの親父の汚さがすげえ好き。あの汚ね、あ、汚ね親父が大好き。そっちなの。あそこ克明に描いてほしい。ムクロの親父の、うん、そうそうそう、親父っていうか親父じゃないけど親父みたいになってるやつ。うん、あ、最悪ですねあれは。あの描写、子供ながらにひどいなって思いました本当、うんうん。ぜひね、誘惑、多分今の子たちに知らない子の方がもしかしたら。見てないってことの方が多いんじゃないですか。白書知らない、優秀白書知らないって人いる？いる？嘘でしょ。います、うん、います？いや、いないっしょ。さすがにこのラジオを見てるような人たち。いや、見てますかね。誘惑面白いんですけどね、本当。誘惑もし見たことがないんだったら、うん、もう知らないですって人いますよ。だってマジか。多分ツイッターの方にもいらっしゃると思うんですけど。マジか。いや、マジか。名前は知ってる。じゃあヒロアカの幽霊白書っていうサブタイトルみたいなタイトルの、うん、
あのネタの本とかもその意味も分かってなかったと思うんですよね。まあまあまあそういうことだね。オマージュなんですけどね、はい、ぜひ皆さんね見てみてください。ね、続きましてしこなナナさんありがとうございます。うん、岡本さん加瀬さんしこばんは。こんばんは。岡本さん冠番組岡本トラベルの放送決定おめでとうございますと。うん、ありがとうございます。初回の放送は加地さんと富士山に登られたとのことで、うん、声優さんが富士山と富士登山、一体どんな番組になっているのか放送日の元旦が楽しみになりません。また富士山以外にもどんなところにトラベルしたのかこれからの放送も楽しみにしていますということでですね、元旦からやるのこの番組。そうなんですよ、この番組なんとついに満を持してどういう人たちをターゲットにしてんだよ。いや確かにどういう人ターゲットにしてるんだよね。自分の冠番組なんだからそこはちゃんと理解しときなさい。声優がやってないことをやろうっていう番組なんですよ。うんうんうん、なんで隙間的なやつをやってるんですけ ど、今回出来上がって思ったのはですね、うん、結構ハードめになっておりまして、ハードめプロジェクト X みたいな元旦からもうそっち系ですね。プロデューサーに言われたのはいやチェックしてたんだけど2人とももうハーハーしか言ってないんだよねみたいな。なんでカジ君と僕のハーハーを聞きたい方どうぞ。それさ演技でもなんでもないハーハーじゃん。はい、本当の意味じゃん。いや富士山はすごかったのっていうのをぜひね、あの V を通して声優が死にそうになりながら山登りしてる映像そんな需要あるんだな今。でも一応笑顔多めだと思いますね。マジか。楽しかったら楽しかったんで、うん、その模様を、まあ、富士山登られたことがない方にこんな感じだよっていう現実をですね突きつけたいなと。じゃあ次の岡本トラベルは俺と一緒にヨハネスブルクに行くっていう。なんでなんでよ。ほら行ったことないけど声優がきっとやったことない、まあ、行かないでしょうねヨハネスブルク。行ったことないんじゃないかな。行かないと思いますよ。そこの映像をお届けするっていう前代未聞。何しに行くんですかヨハネスブルク。観光だよ。観光どこを観光するんですか。石で強盗するやつとかいるらしいから見に行こう。いや怖い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 。だって映せないじゃないですか。おいあ今あそこですよみたいな。見てくださいあそこ石強盗がいますよ。石泥がいますよみたいな。ってなりませんよ多分。あ投石してきました逃げましょう。いや危ない危ない危ない早く逃げてなりますよ。 大人気になるってマジっすか。うん、生放送だったらじゃあやります。大丈夫大丈夫。ワクチン打ってきゃ大丈夫だって。ワクチンね、うん、ワクチン重要ですから、うん、本当にね、いけるって。あ、まあ、次どんなところに行くかぜひねこうご期待でございます。うん、ちなみにもう何回も言ってますけども、うん、全然この番組どこも何もやらないじゃないですか。本当だよ何もやんねえんだよ。例年行ってると思いますけどもし行けるんだったらどこに行きたいですか今30になってみて。温泉とかになりましたか。それはもう昔から温泉は行きたいってずっと言い続けてるけどさ。まあならないですね。ここまでしつこく行ってならないのはなかなかないですよ。まあまあ、まあ、本当にね行きたいですよね。本当にそういう売り方をする気がないんだと思う。逆に言えばクリーンですよね。うん、まあね逆に言えばずっと赤字出しっぱなしでよくやってるなっていう。本当ですよね。あやっぱりこれがうん。スケジュールがね。スケジュール。どうだ、シコさん忙しいから。いや、一年前から抑えてくれれば結構。シコパイセン、一年前から抑えるってそれ結構きついっす、パイセン。やっぱ半年前だともう大体埋まっちゃうんですよね。いや、パイセンちょっとプロフィットのね、労働環境改善してもらえればいいんじゃないですかね。あ、この前、あるさ、外画の収録しに行ったんですけども、うんうんうん働きすぎじゃないか君はと言われちゃった。言われました。あ言われちゃった。ついにいろんな人から。でも年末だからしょうがないんですよって話はしましたね。フリーでやってるとさ年末になると、お前どっかの企業にいじめられてないって告げ口の手紙みたいなの来るんだけどまあ俺それ書いたことないんだけど今までいじめられたことないから、そういうの声優には来ないんだ。来ないですそれは。いや来てんのかな。いや僕のメニューは来ないですなんか俺代わりに書いてやろうか。やめて所属事務所がやばいですってあいや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 どこも同じです。どこも同じ、ね、大体同じですよ。忙しいことはいいことよ。その分銭儲けとるんやろおい突っ込んじゃいけないとこだったかなこれ。これもしあれですよこれそうでもないって言っても角が立ちますしそうですって言ってもおかしな話になりますし魔の質問ですよそれは。ああこれ今年最後の放送だったからじゃあどうぞ確定申告の話でもする。あいやいや無理無理無理。みんな逆にどんなことが聞きたいかをね、うん、ぜひツイッターとか今年最後に聞きたいことなんかあんのみんな。ぜひよろしくお願いしますね。というわけで以上メッセージ4ゲーマーでした。はい、
レディオ4ゲーマータップカッコ仮。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたしました。はい、お送りしてまいりました、レディオ4ゲーマータップカッコ仮、エンディングの時間なんですけども、靴下ですね、まず靴下、はい、なんで毎回靴下見せんだよ。はい、今日もこれです。これなんだ、みんな靴下に興奮するド変態しかいねえの、君のファンですかね、あと年末のことに関してはブログをチェックしてくださいね、そこに書いてますよ。はあ、あとクリスマスケーキ、そうクリスマスケーキはジャンポールエヴァンと、今回ね頑張れば、得ていけるかなっていう、クリスマスとか ETE 得て、いや楽しみだな。遊べんの、えクリスマス、え遊べんの、遊べないです、遊べないですだよねあのリリースイベントや、あ、そうか、そうそう、当日か、はい、当日やってますね、そりゃダメだわ、まあ、でも皆さんと遊ぼうかなとは思うんですけど、うん、あのクリスマスケーキは食べれますね、でも、あ、ね、主食ですよ。あのさ、クリスマスのこと俺すっかりマジで頭から飛んでて普通に仕事入れそうになったから、おお、うん、まあでも我々あんまり関係ないですか、そう、全然関係ねえから、関係ないって言ったら僕クリスチャンなのにちょっとおいなりますけど、あ、そこはクリスチャンだった、神様じゃあ行ける時間をください、行ける時間も、もしかしたら合間を縫って行けるかもしれないですよね。まあ、せやね、行けたら行こうかなと思います。行けたら行くって行かないと、まあ、粛々とジーザスの生誕を祝ってればいいんじゃないか、そうですね、心が重要ですからね、うん、はい、祝おうと思いますけど、最近ジーザスがゾンビ殺しまくる映画見たんだけど、え、なんすかそれ、うん、なんかすげえ面白かった、あ、面白そうですね、今度送るわ、今度なんか魚の骨とかでゾンビ切りまくるの、なんで、えジーザスが魚増やして魚をピュッピュッて投げてゾンビの首とかにブサッて、え、聖なる見業が使えるんですか、聖なる見業使えるじゃあ相棒がユダなの、おい、ユダじゃないですか超面白かった、あ、それはなんかネタにぶっ飛んでますね、ザ・クリスマスムービーだと思う、確かに、それこそマッフィーはクリスマスケーキは食べれないじゃないですか、やっぱ肉を食べるんですか、いや、クリスマスケーキ食べれるよ、あ、食べれるんですか、今のね、俺増量期、あ、じゃあよかったですね、今食いまくってて、体重どんどん増やしてる、あ、うん、いいですね、まあまあね、あと3キロくらい増やしたいんだけれども、うん、まあ、割と順調に増えてるから、来年また最初の方に減量期に入りたいな、あ、なるほど、あ、というわけでですね、あのそろそろ次回の放送の話をしたいと思うんですけども、はい、次回がですね、2018年の1月2日火曜日でございます、うん、こちら生放送ではありません、うん、新年一発目ということで、まあ、素敵なゲストをお迎えしてですね、いつも以上に賑やかにお届けするんですが、なんとそのゲスト、うん、去年はあゆちゃんでしたね、来たね、はい、ビブスのあゆちゃんでした、うん、今回はビブスのドゥルルルドン、ヤシロタックンです、イエーイ、ヤシロくん、俺らのファン、男ですよ、そうですね、僕らのファンらしいんでね、うん、その話もしたいなと思います、というわけでお時間ですかね、お相手は岡本信彦とマフィアカタでした、うん、バイバイ、良いお年を、良いお年を。